ジャービス・コッカー・ジャービス・コッカー・パルプは、イギリス・シェフィールド出身のロックバンドである。1978年結成、2002年解散、2011年に再結成、70年代に結成され、10年以上の長き、下積みを経て、スターダムにのし上がったバンドであり、90年代のブリッド・ポップブームの主役として、当時イギリスで、社会現象的な人気を誇った。 中心人物のジャービス・コッカーが作る、基地と皮肉に富んだ歌詞と、妖艶なグラムロック調サウンドが特徴で、コモンピープルは、ブリッドポップ全盛期を代表する曲として有名で、ブリッドポップのソングランキングでは、大抵1位に選ばれている。2017年に、アメリカのウェブサイトピッチフォークが選んだ、ベストブリッドポップアルバムトップ50では、1位、リファレントクラス、7位、ディス・イス・ハードコア、 11位、ヒズウェンハーズと3枚のアルバムが高順位でランクインしている。2002年に一旦活動休止を宣言したが、2011年からツアーバンドとして再始動している。以上のメンバーは、アルバム、リファレントクラス発表時のメンバーである。ラッセルシニアは2014年現在、メンバーから抜けている。その他以前在籍したことのあるメンバーは、約20人ほどに上る。 1978年に15歳のジャービス・コッカーが結成したアラバカス・パルプを前身として1983年にインディーズのレッド・ライノ・レコードからファーストアルバム・イットでデビューする。4年後の1987年にはファイア・レコードからセカンドアルバム・フリークスをリリースするも大した話題にはならなかった。同年、ジャービス自身の大学進学のためロンドンへ拠点を 映すことになり、学業と並行しながらのバンド活動となる。当時はメンバーの入れ替わりが多く、ファーストアルバム作成時のメンバーで残っているのは、ジャービスだけである。セカンドアルバムから、ギターのラッセルとキーボードのキャンディダが加入している。ロンドンに移った後、当時ブームだったアシットハウスの影響を受けた彼らは、サードアルバム、セパレーションズを1989年に制作する。 このアルバムから、ベースのスティーブとドラムのニックが加入している。しかし、レーベルとの対立からリリースをさせてもらえず、ジャービスも当分学業に専念し、しばらく活動は行われなかった。1991年、ファイアレコードからのシングル、マイレジェンダリーガールフレンドが NME に注目され、1992年、お蔵入りになっていた、セパレーションズのリリースにこぎつける。 1993年、ついに念願のメジャーレーベルとの契約を交わすと、翌年に発売したメジャーデビューアルバム、彼のもの彼女のものが全英トップ10を果たす。プロモーションの過程で数多くのテレビラジオ番組に出演すると、個性的なジャービスの風貌やフロントマンとしての存在感が大きく取り上げられるようになった。ここに至って、ついにバンドは長きに渡った下積みを終え、 メジャーな存在として花開いた。1995年、ツアーマネージャーだったマーク・ウェーバーを、正式メンバーに加えて、アルバム、コモン・ピープルを発表。このアルバムは前衛、ナンバーワンに輝き、10日間で、プラチナムセールスを達成。英国内だけで120万枚のセールスを記録した。コモン・ピープル、ディスコ2000、サムシング・チェンジドと、シングルはのきのみヒットを続け、バンドは、 爆発的な成功を収めた。と同時にブラー、オアシスラと共にブリッドポップの一大、さらに怪我で出場を取りやめた、ストーンローゼズの大役として、グラストンベリーフェスティバルのヘッドライナーを務めた。翌年のブリッドアウォーズでは4部門にノミネートされたが、マイケル・ジャクソンのパフォーマンス中に、彼に対する抗議のためステージに乱入する事件を起こす。1997年。 映画0 0 7トゥモロー・ネバー』w の主題歌候補としてゴールデンアイを歌うが最終選考でシェリル・クローに敗れた。一躍スターダムにのし上がり人気も頂点に達した彼らだがジャービスは周囲からの異常な賞賛と過度の期待がために徐々に精神を蝕まれていき、そこから逃避するかのように酒とドラッグに溺れていった。1997年ブームの競争に見と。 無気力感を覚えたジャービスは、これまでと作風の異なる陰鬱な新曲、ヘルプ自イジドを作るが、この曲がパルプにふさわしくないと感じた。ラッセルシニアがバンドを脱退する。1983年に加入したラッセルは、ジャービスを除けば最も古いメンバーであった。残った5人によって1998年、全英1位を記録こそしたが、周囲の期待を裏切る内容となったためか、 前作から大きく売り上げを落とし、くしくもプラーのデーモン・アルバーンがこの時期発言したブリッド・ポップは死んだということを裏付けるかのような結果となってしまった。2001年にジャービスが尊敬するスコット・ウォーカーにプロデュースを依頼した We Love Life を発表する頃にはブリッド・ポップブームは完全に収束しており、チャートでは前衛6位を記録。2002年にベストアルバムを発売したが、 全英71位にとどまり、メンバーはこれ以上のバンドの存続は困難と判断し、活動停止を決断した。メンバーは、その後、他バンドのサポートを務めたり、片手間に、クラブで DJ をしたりして過ごす。ジャービスは結婚して、パリに移住し、時折、パルプのベーシスト、スティーブ・マッキーとザ・トリップなる、キュレーションアルバムを発表したり、同じくパルプのスティーブ・マッキー。 およびレディオヘッドのジョニー・グリーンウッド、フィルセルウェイとともに映画ハリー・ポッターと炎のゴブレットに魔法使いのバンドとして仮名を出演したりするなどしていた。2007年になってジャービスはベーシストにパルプのスティーブ・マッキー、ギタリストにパルプのツアーサポートメンバーのリチャード・ハウリーを迎えてセルフタイトルのソロアルバムを発表。これは全英37位。 インディーズチャートでは1位を記録する成功を収めた。本人も音楽から離れられない自分を再認識できて嬉しい。とコメントし、同年の富士ロックフェスティバルに出演を果たすなど、音楽活動復帰に意欲を見せた。2011年に再結成ライブを行い、引き続きツアーを行っている。メンバーは、ジャービス・コッカー、ニック・バンクス、キャンディダ、ドイル、スティーブ・マッキー、マーク・ウェーバー、 そして1997年にバンドを脱退していたラッセルシニアを含む全世紀のメンバー6人が揃う。このメンバーでのライブは1996年以来となった。ライブ活動は以後も続いているが2012年以降のツアーにラッセルは帯同していない。2013年にはウィラブライフ発表時の未発表曲であったアフター・ユーをシングルリリースするが全英チャートでは101位に。 とどまった。シングル売り上げの不審を受けてか、再結成後は、新作を発表せずにツアーバンドとして活動し続けている。A とは、UK アルバムスチャートにおけるチャート最高位を示す。ゴールド等認定については、BPI の記録からである。日は、オリコンアルバムチャートにおける記録である。オフィシャルサイトパルプ、Twitter パルプ、Facebook プルプベイボ、YouTube、ありがとうございます。